チカタン、あやか。さあ今回はですね、海が見える絶景カフェゼロカフェさんにやってきました。マジで綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。行ったことある？角島とかあります。ある、うん、からちょっとね、もう一丁下関寄りに戻ってきたとこかなって感じで、ちょっと見てみて、あのとこにベンチがある、座ってみる。おしゃれ、ゼロカフェって書いてますよ。映えスポット、だくっつきたい。こっちサムのおじさんがいるから写真撮ったかな。ちょっとなんかさ、 AD さんおかしくない？カメラマンさん、イエーイ。なんかさ、カフェの感じもおしゃれやね。どんな感じだよ。めっちゃかわいい。かわいい。ここにもゼロって書いてある。ほら、こういうのいいね。おしゃれ、うん。やっぱ女子やね、こういうところはね。女子ですね。ちょっと、あ、涼しい。あ、涼しい。何する？え、コーヒー飲める？コーヒーは、ラテとかなら。やばい、鼻血が出るかも。出てない？あ、出てるわ。え、何する、あやかちゃん。私は2つで、コーヒーかね、コーヒーじゃないかで悩むよね。うわ、私はバナナレモネードって何ですか？レモネード、まあ名前のままなんですけど、でもレモネードってレモンのイメージなんですけど、レモネードはバナナピューレが入ってます。へえ、それも気になるね。私これにする、パイナップルミルクシェイクにしよう。はい、ありがとうございます。なかちゃんは？いや、私は、うん、チョコレートラテ。あ、いいね、チョコレートラテ、はい、はい、ありがとうございます。はい、あとさ、これも半分ずつ、食べたい。ミートソースホットサンドも、はい、お願いします。こうやって2つに切れてますか？あ、あの1枚を折った感じで、うん、はい、うん、大丈夫、いいです。チーズとか入ってるんで、はい、はい、半分ずつしたいんで、はい、カットお願いします。はい、そうやろ、いくよ。はい、ちょっと鼻血がついたティッシュがあった。あ、いい、うん、あ、空もいいね。どうしようかな。決まりました。マジ？あやかちゃん、はい、じゃあいきます。はい、いいですか？ここを使います。あーち、ちょっと待って、ネルトンスタイル。古いですか？ちょっと待って、第一印象から決めてました。どう あーちょっと待った、第一印象から決めてました。車体が良すぎて困っちゃう。映えるな。映ってますか？なんか変な体勢。ちょっともう一回いいですか？はい、体勢が変。この辺が気になるってことですか？はい、そうです。わーたーしーまきつきつ、わー、画質完璧。画質がいい。あー、いい、さっきより全然いい。これでよろしいですか？はい、よろしいです。はい、グッド。じゃあ次、足村さん取って、どっちが映えてるかは、はい、マスターに決めてもらいましょう。この辺で大丈夫です。あ、そこで、はいはい、大丈夫ですか？うん、あ、わかりました。うわー、いい。あ、じゃあちょっと全然見えた方がいい感じですかね。もう絶対優勝やん。じゃあもうなんか別路線になってる。とっても素敵。でもめちゃくちゃいい写真撮ってます。映えてる？マーメイドですか？こうですか？はい、アリエル。よろしいですか？はい、アリエル。え、めっちゃいい。アリエル。あ、それトイレットペーパー。アリエル。映えてる。ちょっと見えないね、これが。どうしたら分かりやすいですか？ちゃんとなってる？大丈夫ですか？大丈夫。映えたでしょ？それで、小田さんのやつと、うん、そうですね、コーマスターにどっちが映えてる、うん、ちょうどマスター来た。アウチ。NG ゾーン。お待たせしました。お待たせしました。アウチ。一個ずつ持っとこうか、やかちゃんと食べるだけで。いいかなと思って。はい。あと明太もう一つも。はい。はい。ミートとこっち明太もちチーズかな。はい。
めっちゃ美味しそう。美味しそうですね。よーし、わからんけど乾杯。美味しそうね。私はパインミルクシェイク。最高。なんかもうね、甘いし天国ヘブンって感じ。ヘブンヘブンって感じ。ゴーゴーヘブンな気分。本当にめちゃくちゃ熱かった体が現れる。うん、いただきます。どう？チョコ？なんだっけ？チョコレートラテ。うん、甘党ですか？え、どっちもいけます。どっちも、はい、ね、甘党ってどっちもってどういう意味？甘党もいけるし、酸っぱいのもいけるってこと？辛いのも。あ、辛いのも？会議後ってわかるかな、橋村さん。ねえ。美味しい。酸っぱい。美味しいよ。美味しいよ、これは。うん、とても。うん。はい。うん。いただきます。いい。豪快。うん。美味しい。絶対美味しい。なんかタコスみたいね、見た目が。うん、おいしい。これは明太もちチーズ。これも美味しそう。どこから食べようかな。かな。うん。明太が超ピリ辛で美味しい。うん。後からチーズも入ってくる。うん。違う違う。今スタッフが。違う違う、足村さん目尻シワ出てますよって。絶対そうですよね。違います違います。でもよかった。こうやってやってましたよね。本当に本当に、キワすぎ、キワいよね、今のね。絶対にそんなことないです。え、めっちゃ美味しいよ。もう一口食べちゃおう、ね。最近こういう早スポット来た？この焼きそばとさ。いや、最近来れてなかった。来れてない、うん、忙しいですね。はい、うん、これ詰まってる？開いたり詰まったり。うん、ね、開いてる時何してんの、さわちゃん。え、うん、友達と遊ぶか、同期と遊ぶか、地元の友達と、はい、ショッピング行くか、沖縄、めっちゃいい。夏の沖縄、はい、夏の沖縄めっちゃ暑くない？暑かったです。あやかちゃんの水着見たかったの？NG、見たかったの？ NG、うん、NG なの？見たかったの？超 NG なしっていう風に言われてますけど、見たかったの？ありました、NG、今、出てないですか、この辺に、角にあやかちゃんの水着とか出てない？もうオンエアでは出てる。出てないですかね、YouTube この辺とかに出てるかも。出てる可能性もありますよね。さっきのやつ右下に載せて、うん、あの、あとは想像してくださいって。あー、いい。野田さんに書いて。そう、皆さんの脳内を、コーラスタッフ、はい、脳内チェンジね、してくださいということで。さっき2人がちょっと映える写真を撮ってもらったんです、うん、で、どっちが可愛いかを選んでもらったんです。可愛いからね、映えてる映え、はい、言えないじゃないですか、そんな。どっちがいいんですか？ちょっとマスター今笑ってたよね。どっちが映えですよ。後半に見た方笑ってたよね。どっちかわかんないよ。あれみたいです。でも僕最近清純派の路線じゃない時もあるんですよ、はい、え、ちょっと待って、特に私清純派じゃないってこと？今のマスターの会話的にはね。こっちで、こっちで、こっちで、はい、もう気に入りましたね、マスター朝チカの魅力を分かってない。そんなことないですよ。それ朝チカの鼻血が出るのも分かる。あやかにぞっこん。なんでさっき話して出たの？いや、話もさ、暑かで、車の中でやっぱ鼻血出そうって言っとって。そう、そうそうそう、うん、でも夏で宮古島ってすごいね。そう、行っとく。せっかくなんか涼しい時に行きたいやん、沖縄って、ね、日本がね、涼しい時とかに。いや、もう12月とかでも涼しいはず。うん、気分ね、その行きたいと思ったら行く。でもボートレーサーってそれがあるといいよね。そうですよね。うん、5日休みがあったらさ、ピョンって、うんうん、そうそう、やっぱりある程度ね、やっぱり収入もあるし、うんうん、ってなったらそれがめっちゃいいで、うん、え、じゃあ思い立ったらすぐ行動するタイプ？うん、え、明日行く、旅行行こうみたいな？あ、とかもあります。へえ、すごい、うん、この後どうするんですか？もうあとは、この後は、はい、下関市の方で、うん、はい、晩ご飯。晩ご飯、はい、よっしゃ。何？ディナー食べて。何ですか？ディナー食べたい。野田さんの好物の、うん、お寿司で。うわー、やったー、やったねー。マジ？今から私たちはお寿司に行くぞー。イエーイ。マジでめちゃくちゃ美味しいんですけど、はい、ここの大将もめちゃくちゃ面白いので、ちょっと行ってみたいと思います。もうさっきずっと見上げてますから。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。おいしいけど、なんか我慢して一回ポタッと落ちたらポワーってなっちゃうタイプ。